どうもタブヤンです。今回は単発実況、闘魂ロードブレイブスピリッツプレイしてみたいと思います。 IWGP ヘビー、いや有名な人が多いですね。今回は長州力さんでいきたいと思います。得意技リキラリアットサソリ固め。中西マナブさん、アルゼンチンバックブリーカー、決められたら嫌です。おおすげえ、うわリアルだね。任天堂64のハドソンさんの作品ですね。おお吠えてるよ。当時としては画期的なこのねえ 3Dどんな戦いになるんでしょうか。初見実況プレイ60分一本勝負。本日のセミファイナルスペシャルシングルマッチ60分一本勝負。ファイナルじゃないんだ。青コーナー長州力、赤コーナー中西マナブ。ファイト。操作確認しながら行こう。右側が私。おい、やるじゃないか。おるや、ストッピング。おいでで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 、でいや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 、ブレイク、ノーブレイク、うえ、くそ走ってラリアット、うえええええ、ちょちょ、あー今操作方向出てたよね。あーえー見せてくれるね、避けました。うわー、フロントスープレックス、えはーいだエルボードロップ、フライング、よしよしよし、ストンピング、これこれ、あ張り手、フロントスープレックス、エルボードロップ失敗、クソトーキック痛い、地味に痛い、やめろこの野郎、何しやがるんだこの野郎、おいでミドルキック、こいこの野郎、あいててて、ハイアングルボディープレス、チキンウィングアームロック、どうだ、もうこれ勝ったんじゃない、これしまったんじゃない、どう、え、うえー、あ来たか、サソリ固めじゃないのかこれは。サソリ固め行きたいね。ギブアップ。ギブアップ？え？どうなってる？ストンピング。逆水平チョップ。エルボードロップきたー、かされた、なんか登ってる、ナックルパンチあ、なにこれ、おい、なだれ式フロントスープレックス、トゥーキック、おい、でやめろこの野郎、ダッシュしてのこのフライングメイヤーからの、
起こしての返されて、この野郎、おりゃエルボードロップ、エルボードロップ、おいてショートレンジラリアット、AB ボタンからの、あ、返されたなんかこの寝てる姿恥ずかしいな、くっそ、おい、やるな、おい、やられた、うそー、返しましたよストンピング、ストンピング、ストンピングいやー、どっちが勝ってるんだこれ、返しましたぞ、じゃあ、じゃあ返された、返したぜ、上登れないの、登れないのか、ああ、外に出ちゃったあ、出た、ロープキック BB、 なるほどやばいやばいやばい、なんでこんなことになってんのちょっとちょっと体力戻れ戻れ戻れ、あぶねー、おい、ドロップキック、60分いきましょう、まだまだ長いね、当たりは負けず、おい、走って、アルゼンチンバックブリーカー来た、まだラリアットしてないよこっち、長州助けてくれ、うふふふ、技出したい、技が多彩だな敵は地味な攻撃好きでしょ素人ですからね、シースティックアキレス剣固め、シースティックあんま関係ないみたいだねZボタン関係あるけど、うわー、どうした、登ってくんのか、嘘、なんかしてくる、イエーイ、いてててて、やりたい放題されてる、水車落とし、嘘、中西強い、長州必殺技出せず いかがだったでしょうか、闘魂遠藤と書いて闘魂ロードブレイクスピリット、初見プレイでした。各選手の技とかね、やり込みプレイすると楽しいんでしょうね。いや、当時としてはこれかなりリアルに作られてるんじゃないでしょうか。1998年、デモ画面を見ながらタイガーマスク対獣神ライガー有名人ばっかりじゃないか、それでは次のレトロプロレスゲームでまたお会いしましょう。
今でも十分楽しめるんじゃない。それではまた、さよなら。